お帰り、ブルゴーニュへは2017年のフランスのドラマ映画。監督は、セドリック・クラビッシュ。出演は、ピオマルマイとアナ・ジラルドなど。ワインで有名なフランス・ブルゴーニュ地方を舞台に、父親の帰得をきっかけに故郷に戻った男が、ワインの製造を手伝いながら、自身や家族との関係を見つめ直す姿を描いている。フランス・ブルゴーニュ地方で、 ドメーヌの家の長男として生まれ育ったジャンは家業に反発して家を飛び出したまま温心不通となっていたが、老婦の病状が思わしくないと知ると10年ぶりに帰郷する。家業は妹のジュリエットが次、末っ子の弟ジェレミーは他のドメーヌに婿養子に入っていたが、ジュリエットは醸造家としての方向性に、ジェレミーは義理の父親との関係にそれぞれ悩んでいる。一方、 ジャンも離婚問題を抱えている。ジャンはジェレミーと共にジュリエットのワイン作りを手伝い始めるが、ほどなくして父親が亡くなり、多額の相続税を支払うために廃業の危機に陥る。アロシネによれば、フランスのメディアによる評価の平均は5点満点中3。2点である。ロッテントマトズによれば、非評価の一致した見解は、おかえり。 ブルゴーニュエはファミリードラマという多くの人に踏み固められてきた土地に独自の繊細なテロワールを見出しておりワイン好きを特に夢中にさせるはずである。であり45件の評論のうち高評価は73%に当たる33件で平均点は10点満点中6.2点となっている。メトクリティックによれば13件の評論のうち高評価は6件。 賛否混在は6件、低評価は1件で、平均点は100点満点中58点となっている。ありがとうございます。